始まりました、キンチャイクッキングのお時間です。司会は私キンちゃんです。そして今回の先生は、あ、3分クッキングの人は3分なの3分でやんなきゃいけないの。ヒロミンです、よろしくお願いします。本日はですね、はい、大変獲物づいておりまして、はい、私が先日ですね、はい、イノシシを5頭同時で捕まえまして、うん、ということで、はい、ピーちゃんのゲテモノシリーズ、イノシシって心臓うまいんじゃね検証、そうでしょうということで、はい、5頭分の心臓がこちらになります。5頭分の心臓、豆茶じゃないけどね、うん、5頭分の心臓が、5頭分の心臓がこの中に入っております。はい、内訳はお母さん、はい、子供4匹以上、5頭でございます。これを食べてもらおうかなということで、はい、まあ肉もそうだけど、うん、内臓、特に心臓、レバー、肺とかも、腎臓とかも食えるんだけど、その中でも一番ポピュラーであまり危険性のないやつということで、今回は心臓を、食べていこうかなと思います。はい、若干閲覧注意ですけどもということで早速ですね、はい、心臓がこちらです。うわーねー、なんかやばい若干血抜きはしてあるんだけど、うん、これをまず下処理をして、うん、直視それでは、ハツを処理していきたいと思います。はい、親が3歳ぐらいかな、うん、のメスだったんだけど、ちょうどね、僕となんか人間の心臓って自分の拳大って言わない、ちっちゃくね、そんなもんなんだって。へー、なので僕とほぼ同じぐらい、僕の心臓見たことねえけどまあだと思います。うん、で子供が4頭分なので、まあ子供はかなりちっちゃいですよね。ということで一応まあこんな感じで、はい、いただいていこうかなと思います。はい、で心臓はね、まずは割るとこからなんだけど、僕ね、あの焼肉屋の業者じゃないのでよくわかんないんだけどさ、あ、とにかく心臓割っていきます。まあ、焼き鳥屋さんとかだとね、そうそうそう、ハツの処理でさ、こういう管とかのところはまた別の部位になるじゃん、ハツ元とか。なんでこっちも一応食えるので、はい、後で食います。でも結構なんか筋肉質なんだね。あ、もうもろ筋肉で、ずっとあの言ってみれば心臓ってポンプじゃん、うん、だからあのピーちゃんレバー嫌いだけどさ、うん、ああいうような感じではなくて、もう少しこう鉄分のある筋肉食ってるみたいな感じだと思うんですよね。豚のハツとかってそんな感じだから、うん、で一応まず簡単に開いて、で一応今回血抜きをしてるからあれなんだけど、中に血が固まってる可能性があるから、一応開いてそれを洗って出していきます。はい、ちなみに血抜きどれぐらいしたの？血抜きはね、止め刺ししてすぐに放血をするんだよ。で首のところの頸動脈を切って全体の血をビャーッと出すんだけど、それプラス、まあ、摘出した後に水の中にさらして水気取って一晩置いてたと。3分クッキング の、うん、あの横にいるお姉さんいるじゃん、うん、アナウンサーの、そう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 、お塩が大さじ1杯とか言ってるやつ、はいはいはい、あれを隣で今からやろうかな何でも喋んないと喋んないでつまんないじゃん。そりゃそうだよ。これは先生あれですね、うん、あの結構筋肉質というか、あのちっちゃいちっちゃいそうですね、ポンプの役割ですので、はい、かなり筋肉質でございます。はい、はい、あのこういうね、中に血が溜まってるところ、ゼリー状になってるこういうところですね、こういうのを一回水で軽く流していきます。軽く水で流していきます。はい、結構血って固まるんで、こうゼリー状にブルブルに、なんかこれがね溜まってそのまま食べるとすごく鉄臭いっていうか血臭いから、あ、うんうん、すぐ凝固されるかちゃうとね。そう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 、これを一つずつ洗っていきたいと思います。はい、で一応この上の部分、今取ってた上の部分あるじゃん、うん、これもね、あの初元でまた食感が変わると思うから、食べてみましょう。初元も食べていきます。はい、あ、でこれ、ここ、これ大動脈、ほー、
でまた大動脈もね食感がまた違うから、ね、大動脈も食べれるの？うん、はあ。これはこれであのホルモンみたいでコリコリで大変よろしいですよ。これ焼肉屋さんとかでもあるよね。そう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 、うん、なんだっけウルテ、ウルテだっけ、だったかな、ね、捨てるところあんまりない方がいいじゃないですか。まあそれはそうですよね。でも全部食べてあげるって、まあ、ちょっと野生動物だから安全を考慮した上でなんだけど、うんうんうん、こんな感じで。あーすごい、なんかこう見ると食材でしょ。うん、なんか美味しそう。美味しそうでしょ。焼肉屋さんとか焼き鳥屋さん、うん、こうやって部位ごとに仕込む人たちって部位ごとにいろいろ覚えなきゃいけないというか、うん、まあそうだね、下処理をしてとかってあるから大変だよね。絶対なんかさ切り方もさ、うん、なんか切り口はこっちは横切りじゃないとダメとか、あ繊維に沿ってとかね、そう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 。僕ら一般人というか素人からすると分かんないから。分かんない、すごいよね。いや、やっぱ専門だよね。そうそう、だからそういう人がいてこそこういうね、うん、ものが食べられるんですよ。そうですね、肉をちゃんと美味しく食べれるっていう。そう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 、美味しくいただきたいよね。美味しくいただきたいね。だから2種類作ってみるか、うん、塩コショウとガリバタ。塩コショウとガリバタ。いや、リアクションしてリマインドじゃなくいや、いいと思うこうしちゃうともうほら、焼き鳥屋さんの初のサイズぐらいじゃない。うーん、でもこのサイズになってくると結構やっぱ食べがいがあるぞ。うーん、スーパーに売ってるやつ変わんないよね、こっち側ね。あ、これはね、うん、うん、豚のハツとかはね、やっぱり焼肉屋さんとかでよく売ってる、うんうんうん、あるからさ。スーパーとかにも売ってるもんね。あるね。うん、美味しそうだよね。あの肉とかっていろいろあるけど、うん、心臓って一匹から一個しか取れないじゃん。うんうんうん。ある種希少部位だよね。ああ、いや、めちゃくちゃ希少部位じゃないかね。こんななんかおかわりできるようなもんじゃないと思う。もうおかわりできる量あるからね。確かに。ジビエ中のジビエじゃないですか。大動脈とかなかなか食べるようなものじゃないじゃん。食べてる人いるのかな。普通ジビエとかのお店で出てくるところって、うん、よくて肉じゃん、うん、内臓系食えるところって結構少ないし、まあそりゃね、取り扱いが少ないかな、やっぱり。じゃあまずハツは一回塩コショウで、うん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 、まあどんな味なのか食べてみましょうよ。それであと残りはピーちゃんのガリバタクッキングで、ガリバ、はい、ガリバタクッキングで、うん、お酒のつまみにしようかなと思います。はい、いいね。それではレッツ味付け、あ、クッキング焼いてもういいよ、焼いていきたいと思います、はいはい、まず先に、子供のこっち、うん、うん、子供のハツですね。ハツと大人のハツ、うん、食べ比べセットを作っていきます。まずは塩コショウを適量しましょう。唐揚げとかどうなんだろうかな、コロコロコロ、なんか砂ずり唐揚げみたいな感じ。ああ、完全に飲みメニューだ。うん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 、なんか聞いたことないなと思って。心臓唐揚げあんま聞いたことないね、うんうん、意外といけんじゃね。うん、あのニンニクと醤油つけて、うんうんうん、下味つけて、うん、下味をニンニクか生姜かちょっと強めにすればそこまで気にならなくな、うん、どうなか、うまそうね、なんかできそうだよね。ジビエの基本、はい、よく焼きで、そうですね、うん、うっ、うっ、うっ、よく焼きで、よく焼きで、イノシシで唯一食べられる、生で食べられるのが心臓とタマタマ。でも怖くて僕は無理。まあ生はちょっと怖いな、うん、なのでまあ焼きます、よく焼きて、そうですね、うん、はい、いい感じ、いい感じ、ひっくり返しましょう。あっちすげえ我慢してたよく頑張りました。ありがとうございます。なんかギュンギュン騒ぐのかなと思ったらすげえ衝撃映像だった。すごい耐えてた。顔が衝撃映像だった。
わー、焼き鳥屋さんで見るやつだ。わー、おいしそう。こんな感じです。完成。まず塩コショウ焼き、塩コショウ焼き、ちょっと食べ比べてみましょう。しましょう。匂いだけはものすごい面白い。めちゃくちゃおいしそう。こっちが成獣だね。うん。でこっちが子供のウリ坊です、はい、です。じゃちょっと食べてみてください。大人の方からいこう。うん、いただきます。うん、うまい。なあ、おいしい。ハツだ。豚ハツだね。うん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 。なあ、でもうまい。これあのやっぱり弾力のある、うん、独特の旨味もあるし、ちょっとこう若干の鉄味、うん、鉄分感があってパワフルな、うん、豚ハツっていう感じ。ウリ坊、ウリ坊いきます。わあ、うん、おいしい。全然噛み切れなかったけどこっちの方が臭み少なくない？すごい少ない。鉄っぽさもないし、本当に焼き鳥屋さんとかで出されても気づかないレベルだと思う。あの普段あんまり焼き鳥食ってない人に串刺して、うん、ハツですって言われても、あ、分かんないと思う。分かんないよ。分かんないと思う。豚、イノシシ、鳥、うん、どれって言われた時に絶対答えられないと思う、うん、いや本当に美味しいわ。お願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。言うと思ったけどね。よし、それではガリバタチキン、ガリバタイノシシを、チキンじゃないガリバタイノシシを作っていきます、うん、最初に塩コショウ。あー、いい香り。すでにもうこれうまい。もううまい。ガリバタの中にガリ忘れてる。ガリ忘れてた。ここでニンニクを入れて、全部入れる。これを混ぜていきます。あー、匂いすごいね。あとは失礼します。あー、匂いがうまい。これちょっと味付けしていきます。お酒と醤油とみりん、これ大体1対1ぐらい。まあ塩コショウ結構振ってし、うん、醤油はそんなになくていいと思う。これはもうピーちゃんのお好みで。うーん、そんなに。あー、いい香り。まあまあそんぐらいでいいと思うよ。いやー、美味しそう。完成でーす、はい、絶対うまい。絶対うまい。絶対うまい。今日じゃあこれとシャンパン、はい、シャンパン合わせていきましょうよ。イエーイ、はい、食べよう。はい、はい、じゃあ実食編へ。実食編へ。解体からさ、はい、延べ何時間イノシシと携わってんだっていう。まあでも4頭5頭。あ、5頭。5頭はね、だいぶでもね慣れてきたから、うん、また砂漠系の動画を上げてもいいんだけど、うん、いかんせんグロいのでまあね、ちょっと動画にするかどうかはまた YouTube 的にね、うん、アウトになっちゃった時がね。いっぱい入れていいよ。いっぱい入れていいよってすごいシャンパンに似合わない人の発言じゃん。それではちょっとすいませんね、カメラマンさん。いい、どうぞ。お先に、はい、今宵のジビエに乾杯。乾杯。あ、おしゃれ。おしゃれ。うわー、うまい。あー、美味しい。ドミセッコだからちょっと甘みがありますね。一、うん、本いけるね。一本いける。主語。またちょっとこれ塩コショウと違う。うん、感じですから。ガリバタをかなりしっかり絡めたので、うん、いただきます。あ、もう匂いはね、美味しいよね。どうです？うん日本一美味しい。
うわ、うまっ。まあガリバタの時点で間違いなく美味しいんだけど、うん、肉がなんか柔らかくなった。なおのこと肉肉しさは残ってんのに。お酒とかのあれかな。うん、多分そうだと思う。ニンニクと胡椒の影響で、やっぱり臭みがあんまり感じれなくなってるから、うん、すごく食べやすい。あー、いただきます。待って、初めて食べる。うん、うん、うん、おいしい。なんだろう、血管うまいのよ。ホルモン、ホルモン食べたかったんだ、ホルモン。またこの味付けと相まってすごい、すごい美味しい。合うね。うん、美味しい。なんだろう、あのホルモンに似てる、キュッキュしてるやつ。ミノ。ミノ。そう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 。ああ、ミノに似てる。ミノよりもちょっとこう油感の少ないというか、もっと、うんうん、もっとなんか硬派な感じで、うん、へえ、なんか新しい扉開いた。ほら、進みます、進みますわ。今ね、結構ジビエって割とポピュラーになってきたけど、うんうん、なかなか肉以外にこうフィーチャーされるってことはあんまりないじゃないですか。そうだね。どちらかというと何々の肉、何々の肉みたいな、うんうん、カモの肉とか鹿の肉とかね、うん、でこれまで僕らもさ、うん、イノシシだけじゃなくてヌートリアとか食べてきましたけど、肉オンリーだったもんね、うん、まあ、こういうちょっと内臓系の安全な内臓を安全に調理して食べるっていうのはいいのかなと。でこの期間やっぱり島根でいうと結構こういうイノシシとかって有害鳥獣、うん、でどうしてもこう人に被害を与えるっていうことで出てくるものなんだけど、うん、捨てるだけじゃなくてこういう有用な活用の仕方、そうね、命をいただくっていうのは確かに、うん、そう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 、島根とかこっちに住んできてやっと、そうだ、ね、なんかね、向き合ってる感じがあるからね。都会にいるとわからないというか、うん、田舎じゃないとこういう身近さってないと思うので、うんうんうん、まさか僕も YouTube 始めて漁師やると思わなかったからさ。お前、私もイノシシでシャンパン飲むと思わなかった。ピーちゃんさ、初元、あ、初元さんかな、ちょっとなんかさっきの血管とはあれの中間だから、あそこ植え切ったの捨てちゃダメなんだよね。うん、あ、これはうまいわ。うまいよね。うわ、チューブのニンニクでこれだけうまいもんな。うん、おニンニクだってやばいよね、うん、でもヌートリアの時の塩コショウもやばかった。あれきつかったでしょ。草の味みたいな感じ。なんかなぜか肉食ってるのに草原なんだよね。そう、そう、なんかね、お肉食べてふわってした瞬間にもう草原走ってんだよね。イノシシでもあるじゃん、こいつが、うん、やっぱり、ね、アユでもそうだし、うん、魚でもそうだし、下がってる時のオスとかどうしようもない、あの匂いはどうしようもないし、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。非常に美味しかったですです。酔っ払っちゃった。でもこんなに美味しいんだっていう感じだったよね。いや、もう初めての試みだったけど、うん、最初ちょっとピーちゃんの顔が引きつってたじゃん。引きつってた。あのちょっとシークバーで戻ってもらえると分かると思うんですけど、だいぶこう引きつってたと思うんですよ。引きつってたね、うん、ほんと美味しくて飲みすぎちゃった。まあね、こんななかなか売ってるようなもんでもないし、うん、なかなかあのぜひお試しくださいって言えない、言えない、あれだけど、まああの興味ある人はネットとかでも売ってるし、うんうん、あとどうだろう、島根とかだと邑南町あたりは割とこうイノシシに力を入れてブランド化してたりとかするので、そうだね、そういったところをちょっとチェックしていただければなと思います。はい、一番手っ取り早いのは島根に来て狩猟免許取って。全然手っ取り早くない、それ移住ありき。ありき、来ちゃえよ島根。それでは、はい、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、あとコメントもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。